さあ今日もコンビニのお菓子を食べてみたシリーズみたいな感じですね。こちら森永小枝白熊味ですね。甘くて爽やか、練乳&フルーツと。まあ、あの白熊っていうとね、あの九州の方、鹿児島とかですかね、あの練乳のかき氷にフルーツがザクザクと、そういったね、あのかき氷なわけなんですけども、そのかき氷の味を白熊をですね、小枝で再現したと。どういうものなのか食べてみたいと思います。白熊オープンです。最近の小枝はね、あの昔みたいなパックではなくて、こうやって小分けの包装でこう入ってるんですね。というわけで、小枝の白熊味こちらでございますね。開けてみたいと思います。見た感じでパッと見、映るかな、あの小枝の、ね、中の、 あの雷おこしですか、あの粒々のお菓子だけじゃなくてね、ちょっとまあ色が多分フルーツチップってやつですね。こちらどうかな、オレンジ色っぽい、あのフルーツのね色がところどころにあるんでね、フルーツチップってやつがね入ってるんだと思います。はい、商品の方のね、あのこの原材料名の方にも、あのその他もろもろ、普段のね小枝の商品名、あの原材料名の他にフルーツチップという文字が見受けられるんで、これがどのような味がするかというところがね、一つ注目ポイントです。まず周りのチョコは、練乳、まあ確かにミルクの感じは強いけど、まあホワイトチョコって感じですね。とかってね、噛んでるすぐにフルーツチップなんでね、あのフルーツの香、まあ香料でしょうけど、匂いが一気にやってきます。これがね、あのちょっとね気を利かせてドライフルーツなんか使っちゃうと、逆にこのフルーツの味を感じるのに時間がかかってしまってね、まあ清涼感とかそういう感じが出なくて、じっとり食べるような、まあ、美味しいお菓子ではあるんですけど、白熊っていうイメージとは変わってきてしまうんじゃないかなと。ただちょっとあれですね、この白熊のフルーツの味がしてくる部分と、小枝の特徴である、まあ、この粒々のね雷おこしとかっていうお菓子が入っているという、そのサクサク感、ここが喧嘩をする感じは少ししますね。まあ全体としてはこのチョコレートとね、あのホワイトチョコとフルーツの組み合わせという味自体は他でもね見かける非常に美味しい組み合わせなんでね、これも美味しくいただけるんですが、小枝であるがゆえに小枝の特徴のその粒々のねサクサク感とフルーツの味がちょっと合ってない感じがするのは少し惜しいかなと。まあ、ただこれ、それでもね、まあ他にこのフルーツとホワイトチョコの組み合わせ、こういったお菓子がですね、このコンビニで売ってる値段 の、 あの価格帯のお菓子には他にないんですね。っていうことは、この組み合わせが食べたかったら小枝白熊ということになってしまうわけです。まあ、そういう意味で選択肢としては、今日お菓子なんか食べようかなという選択肢の一つに十分入ってくるとは思います。まあ、結構美味しいお菓子でした。ごちそうさまでした。